するかな。どうかな？こんな感じか？いけてるか？どうかな？コーディネート完了だ。どうするかな。お客様。ああ。うん。ええ。またお越しください。ああ。いらっしゃいませ。どうするかな。Let's love way。トレンドバッチリだ。するかな。 Let's love way。 これが俺のスタイル。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
上流様。いや。はい。上流様。ああ。はい。上流様。あのね、ん？あんな？せやね。はい、少々よろしいでしょうか。ええ、はい。ほんまに？いえ。兄貴。
兄貴。いや、いえ、堪忍な。あの、はい、せやね。ええ、はい、せやな。あの、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ええ、せやな。あの、よろしくお願いします。はい、ああ、上流。その通りです。いらっしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございました。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おい。ああ、
上流様。ああええ、せやね。上流様。上流様。はい。ああ。
とちゃんとしてが悪かった。
相手が悪かった。
アンナ？せやね。あのね、はあ、せやな。あんな、はあ、あのね、上流。せやね。あんな、お、せやね。
なるほど、いい店だ。ふふ、せやろ。よく来んのか。うん、静かに飲みたいときはここやね。お客さん少ないから。少し意外だね。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。ふふ、もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。そうか、なら今日はとことん付き合うぜ。威勢ええけど、うちと飲み比べしたら赤っ端かくで。こっちのセリフだ。上流付き合ってくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。ふーん、じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ、ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くねえ。せやろ。さ、いっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか。そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り、持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ。え？何か目的があるんじゃないのか。ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。ん？なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし、聞かせてや。俺はただおやっさんみたいになりたかっただけだ。おやっさん？読んで字のごとく俺の父親みたいな人だ。
今だって俺はどこかであの人の背中を追いかけ回しているのかもな。へえ。じゃあ上流はまだ子供の頃の夢を追い続けてる最中ってことやね。カッコつけて言えばそうなるな。実際カッコええよ。大抵の人はどこかで夢を諦めて大人になるんやから。ふん。あんたは褒めて伸ばすタイプらしい。何か悩み事でもあるのか。なんでそう思うん。でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流、気ぃつこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから。上流は気兼ねなく飲めてええわ。木のうろとして便利に使ってくれ。王様の耳はロバの耳って。じゃこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ乾杯。文句あるんか。やめろ。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。
時間食っちゃう。